これ買ってん、これこれ買ったんやけど、これの飲み方知っとう人なんか美味しそうで、ちょっとどこのコンビニで買ったかは言えへんけど、これあのぐさぐさやらなあかんの。しかもなんか結構さ、結構思いっきりミルクなんですけど、そうそうそうです、某コンビニ店。混ぜとったらミルクや。これさ、もっと早い段階で振らなあかんかったんじゃん。ミルクあったかい段階で持って帰ってきてもた。なんかそのままさ、家帰ってきてもた。とりまご飯食べよう。うわーやばい、ご飯てかさー、うん、ちょっと待って、着替えようと思ったんやけど下だけ着替えた、疲れた、めっちゃ爆睡してきたんやけど、ちょ混ぜるのが遅すぎたって感じかな。じゃあ見てん、たこ焼きあってん、たこ焼きもらってました事前にたこ焼きもらいました。今日の晩ご飯はたこ焼きさんです。え、あとさ、なんかビーフシチューとかもらえたんやけど、ちょっと待ってな、これ手洗いに行かなあかんくなるやつかもしれん。奪うって言い方やめてよ。見てほら、もう車で帰ってきたらもうこんなことになってますね。どう、これ油、これ、ちょ、これ食べられへんねんけど、ご飯どうしよう。とりあえず無事なやつだけ出して、たこ焼きは無事やから、うん、サラダは、あー無事じゃないね。あーどうしよう。こちらこそありがとう。てかちょっと待って、とか言われそう。炎上します、私炎上します。あーね、どうしたらいいんですか。じゃあ私はとりあえず袋の中でご飯食べるわ。オッケー、いけたいけた。袋を潰してしまえばいいってことやな。答えてくれてない、ご飯ご飯答えてくれてなかった。れな、多分冷えて固まった。ポニーテール、それな、全部端、あ間違った、えやばい、あれながかえ違う、レナが答えへんかったやんなってことやんな。答えてなかった、ごめん。てかドレッシング持ってきていい？今日もサラダを奪ったんですけど、奪ったって言い方違う気がするけど、やったポテト。え、レナは食べてないのに。あ、でも今日ポテトサラダのサラダ、ちょっとドレッシング持ってきますね。はい、すいませんね。あー、もうやだよ、やだ。ねえ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 、なんで、私は悪いことしてません今日なのに。ちょっと待って、もうやだ、ご飯食べたくない。ねえ、ふざけんな。あー、もうちょっとみんなのせい、普通にみんなのせいだわこれは普通にみんなのせいだわ。炎上、柿本炎上します。
すぐこぼした。ポテト食べてないの、やば、食べなよ、頼むだけ。ポテト美味しいじゃん。ごめんなさい、謝ってる。抗議抗議抗議。ちょっと待って、ドレッシング取ってくるわ。ちょ、こうやっていくね。ちょっと下の格好は見せられないから。あ、ちょっと見えた。みんなみんなみんな、ドレッシングさあんねんけどさ、開けなあかんねんけど、新しく。最悪、持って帰ってくるの忘れてさ、くそー、持って帰ってくりゃよかった、忘れていた。開けます。家でサラダを食べてないっていうのがバレバレバレた。これ絶対開けるの、ここまで開けれるよな。開けました。え、ドレッシング絶対いるくない。え、これって合ってる、かけます。勝手にかけろよって話やんな。かけました。あ、お箸だ。お箸もダメだったんだ。クッキーだ。マジ。マジ。よし。やっとご飯が食べれるよ。よいしょ。食べますね。私がご飯を。いただきまーす。うんうん。うん。うん。うま。けどさ、これ絶対さ、チンした方がいいやつやねんけど。8分の間にケータリングを取ったんですよね。だからサラダ以外はもう油が回っちゃってますね。はい、電車女の子多い。ライブか、うん、まっ。たこ焼きおいしい。レンジあるんやけど、なんかもうめんどくさいなと思って。大阪の人じゃじゃん、大阪の人じゃないです。うん、違う。スタッフさんにこうやってやってたのは違うねん。ちょっとあのファンの人のことで、ファンの人のことじゃないな、まあまあ、全然違う話で、あの柿本さんありがとうございますみたいな言われて、いやいやこちらこそすいませんねみたいな感じ。食レポ、今日は半袖でいけそうな天気でしたね。うんうん、暖かかったんだ。ほぼ外出てなくて、うん。牡蠣の匂い、匂いって欲しいなの？保存する。好きだね。だからキューブちょっと遅れた。そうそうそう、ごめんね。今日の現場女子だらけで地獄やったわ。地獄じゃないでしょ、天国じゃん。女の子いっぱいいたらチームめんどくさかった。
ならよかった、見守ってた、ハートいっぱい、今日ありがとう、こちらこそ、うん、良き対応だった。でのメンバーの柿の長いに来たこと、お、柿来たこと喜んでくれたから、また絶対会いに行くよ、ありがとうマジありがとう。え、マジレナの匂いすごい、だってレナもすごいもん、もう臭いレベル。遅かった、ごめんね。あのね、あー、X 上げてない、明日でいいよね香りがも…いけなくてごめんね、いいよ、香りまだある、嘘、めっちゃ匂ったもん、ポニーテールかわいっしょ、でっかいリボンです、めっちゃ臭いと思う、多分、ごめんね、握手の人たち他のライブね、なんかご飯とか食べる場所が全然なかったみたいな聞いたよ、つらみだね、なんか髪ボサボサじゃないなんかボサボサしてる気がする、おい、俺のクロミどこ行った、クロミがいねえ、うん、いないよクロミちゃんが、待って、どこやったの、ワンちゃん忘れた、そんなことはない、手袋に香水つけてないよ、つけてない、つけようと思ってたけど、あのね、忘れてた、忘れちゃいました、みんな仲良くなってくれて嬉しいんだけど、お洋服、キルナレン焼肉リボン可愛いでしょ、可愛いよね、台使ってた言わないでよ、それ内緒だよ、洋服もレナも、というか洋服が可愛いんじゃなくてレナが可愛いんだよね、普通に。夜までご飯食べれなかったのやばいじゃん、なんか空港もいっぱいだったらしいよ、限りのより変わりいい率2割いたんかいポニテもレナがしてるから可愛いんだよ昨日臭くなかった、嘘、昨日、なんでだろうね、わかんない、キレナのメンバーに行ってくれてありがとう、仲良しメンバー、え、入り口付近まで、嘘、そんないたんだ、あ、雨だからか、ケータリング食べる時間なくて、ダイレナカワチ、え、なんかさ、昨日ね、昨日なんかトーク会が始まる時になんかダイってないんですかっていうので、そのダイをね、あのね、そのダイっていうのをあの勘違いしてて、スタッフさんが、レナはあのね、テーブルの、いっ、痛い痛い痛い、テーブルの台が前のね、とロングトーク会の時にあったから、だから今回ないんですねみたいな、ないんですかって聞いたら、あ、あります、あります、すぐ用意しますねみたいな言われて、そしたらあの足元の台を持ってきてくれて、持ってこようとしてくれてたから、え、待って、ピンない、最悪、え、絶対忘れてきた、ねえ、やだ、忘れないで、自分カバンの底に埋まってるとかないかな、あった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 、で、なんかあの、いや、いいですみたいな、あ、すいません、じゃあその台じゃなくてみたいな、いや、大丈夫です、大丈夫ですみたいな言ったら、あ、もうすぐ用意するんで、すぐ用意するんでみたいに言われて、台用意されて、でね、代用されてっていうか、まあ、していただいてで、今日の時に、今日なんかあのトーク会に行ったら、あの勝手に代があってレナだけレナだけ代があって、申し訳ないことしてしまったなと思って
やばいよね、ちょっとちびれなだった。これ久しぶりだからなんかあれしとけみたいな、台用意しとけって感じじゃない、多分。ね、今日は言われ、今日は言ってないの、台くださいって言ってないのに、なんかもともとあるんだけどと思って、で周り見たらさ、ないじゃんみたいな、なんでレナだけあるんだと思って、可愛かったって言ってよ、じゃあチビだねみたいな、やっほー、台だけに大丈夫って感じ。楽しかったね、楽しかったね。それな、クロミちゃんなくしたらさすがに泣くわ。こんなに可愛いよ、カオさん。カオさんファンですか。じゃあカオさん連から並ん拝んでた。もうさ、なんかね、滑走路になったら隣のね先輩はファンが多い先輩だらけなんだから、なんかいっぱい愛想を振りまいて次のトーク会に来てもらうようにするんだって。うん、ダイやった時の方が肩凝らないでね。なんで言ってよ。ね、それな、しかもダイさ、なんか隠れてなくてみんなにバレてた。沼れ沼れ沼るんだ。で7日、え、違うの、違う、意気込みはね、みんなが言ってくれたから本当に大事じゃん、そういう意気込みは。だけど滑走路になってみんなさ、滑走路にならないようにゆっくり歩いてきてくれたり、あの人がいないなって思ったら来てくれたり、もうなんか優しすぎてみんなが。でもあのね、あのなんだっけ、でね、まあ滑走路になるじゃん。ごまだれついた、終わった。ごまだれがついた、ね、見えちゃいけないもの見えてないよね。この家何もなくてよかった、待って、最悪、ごまだれついた、無理。いいだ、周りに何もないよね。ないけど、ないけど、ないけど。みんながウケてる、こっちは必死なのに、何笑ってくれてんだ。ごまれなになった。ごまれ好きやめて。最悪、なんか手ずっとベトベトしてるし。汚ね汚ねやつすぎる。なんかさ、ちっちゃい時はあるじゃん、よくなんか手がいつの間にかベタベタしてるみたいな。今それこうやって持ってるもんだから。耳キンってした、嘘、そんな叫んだ覚えはないですけどね。わかるでしょ、ちょっとちょっとわかるでしょ、みんなも。ちょっとわかるっしょ、たくさん承諾しないで。ベタベタ
い本物かけるの可愛いって。なんか本物じゃないかけるの可愛くないみたいな。もぐもぐかわいい、ありがとう。ん、あふみ耳栓いないよ。じっとしてなくても美少女じゃん。ねえ、いりりやわらかいやわ。いやマジ本当途中ね、帰ろう帰ろうって思ったよ。ごまだれなです、豆、味がなさそうな。本物派、本物派ってなんか本当本物。うん、本物レナはちょっとなんかあれだね、人気だね。小さくないよレナ、身長 157.5cm あるから。いや僕に似てるオタクいるって思ったよ。いやどっかで見た、制服の目かな、制服の目結構入ってない、結構合ってる気がするんですけど。今ニセレナです、この画面上は。そう、あざとあざとさ全開だからね。うん、地引きおめじゃん、おめめ。ちっちゃくないよ、振り向き顔。ほんとだよ、 157.5 だよ、持ってないよ、そんなあるよ、サバ読んでないよ。偽物も可愛い。うん、お風呂いいね。うわ、なんかめっちゃ脂、これチンしよっかな。うまっ、今日初白ご飯、冷た。うん、おいしい。153.5? うん、あこれこれこれ、忘れてた、この人の存在を。一口も飲んでない、まだ。なんかセブンのさ、あのスムージーあるじゃん、あれに慣れすぎて、あの混ぜてくれるのかなって待ってたらさ、あのピーってなって、で、あ、混ぜてくれないんだって思った。一人でご飯行っても喋ってないよ、今日8分の間に寝た。昼寝しました、冷たい冷たい、昼寝したの。じゃあちょっと飲んでみたいと思いますね。しっかりミルクを溶かして、ミルクの味がしないぐらい混ぜないとダメですから、こういうのは。ほら、こういう塊があったらね、ダメなの。今日寝たの。てか最近さ、ショールームしてて思うんですけど、あのコメントとレナの流れがさ、あの結構遅い気がするんだよね、なんかね。8分マジ有効活用した。とりあえずケータリング食べて、サラダ食べて、うん、ぼっちだったよ、めっちゃぼっちだった、しかもめっちゃ端っこで、一番端っこで、最初ドラマ見てたの、イノセンス。え、うまっ。
いや、うまとか言っちゃダメだよね。おいしいでございます。そう、キューブはあのスタッフさんとちょっといろいろあって遅刻に、あ、危ない危ない、うん、見る感じしな。西井さんに話しかけてくれたよ。話しかけた。顔白って言われた。いや白くないですよって言ったら、なんか、いや私黒じゃんみたいな。もうそれツボ。全然黒くないのになんか黒っていうのが面白すぎて、もう反対のことを突如言ってきて、うん、カンドラじゃない、揉めてないよスタッフさんに。スタッフさんと、意外と口悪くない。そう、最後は手振った、スタッフさん。レナって塩対応じゃなくない？もっともっと T シャツ可愛かったで。でも、え、もう無理なんやけど。無理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 、ご飯食べられへん。行くで。なんかさ、見とって、これなんかお肉やねんけどさ、もう取れません、取れません。取れよったやん今。無理、普通に油、玉ねぎさん食べます。うん、おいしい。うん、なんか、うん、もう油なので、ちょっとこれは一旦見つけて、おいしい。もう一回出ていったお見送り、最後ん？なんでレナの対応に驚いたんですか？え、やった、お友達にありがとうと伝えといておくれ。やばい、そう、現地で食べるときはあったかかった。レンチンしようと思ったけど、めんどくさい。まともな話してないぐらいが一番楽しいんですよ。言い訳。え、レナってさ、塩対応なの？噛みたよってペラペラの方やん。ん？レナって塩対応じゃないよね、普通に。今日さ、あの帰りのバスでさ、あの窓にあの頭をくっつけてっていうか、あの潰して寝とったんやけど、ここがやばい、もうやばくなってる。他にも並んでなかった。え、もうな、なんか見る暇なかった。見る暇っていうか、あの見る余裕なかった。トーク会はもう一回は
向き。なんでか分からんけど、キュンとして、いやいや、なんでか分からんけどって理由は一つしかないよね。好きだからだよ。アーカイブ見てるとレナちゃん始まる、それを目指してっていうね。うん、言われないよ。言われないよ、せーよなんて言われてないからやめて。うん、めっちゃ話したね、短時間だよ。花田恥ずかしがり屋なんてね、気にしてたら楽しめないよ。ゲラたいよ。んー、ジミキューくんだわ。あそこ隣かっていつも思う、あの新幹線で通って、あ、もう富士山かって。かきぴ受けた。あ、ショールームアシオ太陽。なんかさ、男女 M 時間よりみんなと話しときたいなっていう言い訳じゃないです。滑走路でした、もうずっと滑走路。いや、しれっと好きとか言われたらね、あの、ちょっとびっくりしちゃうんだよね。こっちがびっくりする。普通はさ、なんか推しに好きって言われてドキドキしちゃったよみたいな、よくみんな感じじゃん。みんなで、あ、裏で言われる。いやいや、そんなことないよ。え、全然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 、まだ言ったし。うん、まあ友達でも結構いい方だよね、親友感じな感じ。いいような感じだよね。でもバスに一番に乗り込んだレナ。まあ、ずっと滑走路は嘘だけど。いや、それの幕張やべえって、本当に本当に終わった。本当にメンタルを鍛えに行きます、来週は。本当に好きしなかったの、やばいじゃん、好きすぎてだよ。いや、もうちょい頑張ったらもう推しじゃんそれ。もうちょい頑張ったら推しじゃん。そうか、今日は行けなくてお疲れ様、お仕事、お仕事お疲れ様だよ。絶対いかんでしょ、ゴールだろ。はい、金山、金山だっけ。遠くから見るなら来てよ。好きすぎべめ、幕張やばいって本当に。おしゃ一人だよね。バスはここが隣でした。そうなの、来週ね、もう買えないんだよね。楽しかったね、本当に。火曜日公演楽しみだね。いや、本当にマジで言ってよ。本当に正直タイムって言ったじゃん、最後は。お、幕張券取った、無理、救世主じゃん。普通に幕張来てくれる人救世主すぎる。睡眠時間3時間、やばい。これはあ、かきやんとは公園で始めまして。え、じゃあ明後日分からんけど。うん、ね、報告できてよかった、びっくりした。
トレードって当たるもんなんやな普通に。マジ最近よくあのトレード聞く、当たったって。いらっしゃいませ初見さん。え、めっちゃのっそり歩いてきてくれた人もおったし優しさでね。あとね、あのちょっとかそり出したなって感じで来てくれた人もおった。来たら喜ぶ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 、あん時みたいにえ、好きな子には好きって言うの？嘘でしょ。じゃあレナのこと好きじゃないのか。喧嘩だわ喧嘩ナブありがとう。え、制服の目って明日じゃないよね。明日だっけ。ねえ、当たるんだね片つむり場にゆっくり歩くわ何してんねんって思ってたいやマジで書き終わった、足遅い優しさの足遅ねヨロの舞とか呼んぞってよ流行ってか、流行ってた。僕の好きですね。好きじゃないよ好きじゃないよ。優しさの遅さっていう感じ、足の。あ、先生だ。こんばんは。足が重くなるよ。いや、なんでなんでなんで遅くなるの。会いたくない人みたいな先生こんばんは。マジでみんなが優しすぎて本当に笑っちゃった。マジでマジ笑っちゃった。みんな優しいなと思って、なんか滑走路歩かせてごめんねって感じコンタクト落として探すリもやめてやめて。そこまでなったらちょっとみじめじゃんうん、みんなやさ。書き4つはちょっと重そうだね。やばい、落ちた。みんなやさでした。今日ずっとここが跳ねてて、もう最悪って感じでしたね。はい、最悪って感じでした。すぐアピってくるなそう、みんなにアピった。ねえ、やだ、カスオルやだってみんなに言ったあ、こけてくれんの、こけてくれるのか。そこでまあちょっとあれみたいな時間が、あれみたいな。綺麗な大好き。嘘だ。絶対嘘だ。もう信じない。もう信じない。毛量ね、少なくない。あ、少ない。これは、いや、わかんないな。ちょっと。普通ぐらいじゃない？普通ぐらい。で浮いてたんで。え、てか、握手会の時って、あれなんだね。持てないんだね。何にも。そらそうか、重力と戦ってた子とかいるんだ、すごいね。ちょっと待って。
ピーポーがいました。アクシは聞こえないね。もう握手はカスハラなかったなかった。エレナも話すこと何も考えてないけど、なんか話せる。みんな見てたら話そうね。いつか荷物ぶちまけるやばい好きなやつね。いやだ、嘘じゃん絶対信じない小柄じゃないよ、 157.5 あるから身長。俺よりはもう量多いかな確かにあ、持てないことないんだ。別に片手で持って人は片手になんか持っていいんだ。58分。ね、気にするなってめっちゃ言ってくれた。マジあれ優しかった本当に。見るな見るな周りを。けど周り見なかったら自分のレーンをガン見することになって、滑走路をガン見することになって、メンタルがやられてしまうやられないけど、それぐらいじゃ私は大人レオなのでレーンハプニングやばいね。信じてもらえないの見えん。嫌だ、直接言ってじゃ。そしたら信じてあげるよねえ無理、みんなおやすみ。ねえやだ、いやまだ58分だし早いよ、ちょっとバイバイが。目閉じとくうわもう終わりか、マジそれな、マジそれ。勇気ないね、なんで言ってねえみんなありがとう、今日も楽しかったよ。割とねかそってもまあまあまあいいかなみたいな。おやすみなさい、おやすみおやすみおやすみ。ねえマリー今日まで楽しかったから明日から死んじゃうかも。あー先生おやすみなさい、嫌だよー、うーあーえーねえみんなバイバイ。え無理、普通にみんなのせいで死んじゃう明日からみんなのせいだもう、うーバイバイ、うーんおやすみみんな、みんなまた来週会おうね、また明日ね、また明日ね、おやすみ。